ねえタコちゃん、そんな狭いタコ壺に引きこもって何してるの？うるさいな。僕のことは放っておいてよ。すごい、どの貝殻にもびっしり呪文や魔法陣が書いてある。種族を変える魔法に声を奪う魔法。君、その八本足でずっと魔導書の研究を？勝手に触るなよ。墨を吐きつけられないのか。僕はもっと勉強して海の魔女のような力を身につけてやるんだからな。だから邪魔するな。あっちへ行けったろ。ジェイド、あのタコ面白いね。ええ、フロイド、興味深いですね。隣のクラスのデブ人魚が急に激痩せして彼女ができたんだって。代わりに彼自慢のテノールがひどいしゃがれ声になったそうです。へえ、そう。別のクラスのボサボサのくせ毛に悩んでいた人魚もサラサラで綺麗な金髪になったとか。代わりに早く泳ぐための大きな尾びれがなくなった。なるほど。ねえアズール、全部君の仕業なんでしょ？僕の？なぜ？そんな強大な魔法、能天気な魚たちには到底使えません。タコちゃん、ずーっと魔法の勉強してたじゃん。そうですか、まさか。もうバレてしまうなんてね。じゃあ、やっぱり？ああ、そうさ。僕はついに完成させた。この魔力を込めた契約書、これにサインさえ取り付ければどんな能力でも相手から奪うことができる。その名もイッツアディール。今度は僕がこの魔法であいつらをひざまずかせてやる。お前らの長所は全部僕のものだ。